体重の10%増加すると坂道は何キロメートル毎時遅くなるか重り5キロ10キロ20キロを背負って比較分析内容はちょっとマニアックになります疑問体重の10%ぐらい重くなってもそこまで遅くはないでしょう動画概要今日は重りを背負って坂道を登ってみたいと思います重重り、さ 重りの重さなんですが、重りなし、5キロ、10キロ、20キロの重りを背負って実験、検証実証してみたいと思います。早速重りを背負ってみます。よ5キロ。キロ外じゃなくて、ちょっと家でね、あの重りを背負うシーンちょっと撮ってます。1キロ、10キロ。 結構1 0キロから重くなって前傾しないとねなかなか背負えないんですよね。入れてねカバンをね持ち上げるのも大変でこうやってあの膝の上に一回置いてさらにですねあのこう前傾というかもう前かがみになって腰の上に乗っけないとですねなかなか背負えないっていうね そういうい感じでした割、ね、れながらよくやるなと思いながらやってます乗ったらねいいんですけどね <laughs> コース紹介この1 6キロは平均交配5.7%相乗少量 90m これはですね行ったり来たり行ったり来たり20往復するわけですね検証開始高道ねきれいでね車量の少ないところを選んでおります 20回往復するんでね、安全なところがいい。結果、えまあ、このような感じで、まあ、グラフ作ることができました。だいたい20回ほどね、えー、と往復しております。森で並び替え。まあ、こんな感じですね。ちょっと色別にしましたけれど、上から0キロ、5キロ、10キロ、20キロという感じで、まあ、こんな感じで並び替え。でさらに 重り、何回やったか、パワー、速度。これをさらにこう抜き出してですね、これで、パワーと速度でグラフを作る。あと、近似曲線も引くわけですね。するとこんな感じになりました。これはですね、重りがない場合ですね。ない場合の速度と平均パワーの関係になります。こんな感じですね。まあ綺麗に、に出たんじゃないかなと思います。次、5キロ背負った場合ですね。 5キロ背負った場合は若干傾斜が緩くなってますね。遅くなってるってことですね。私、体重がまあちょうど75キロで、えー、っと5キロ背負った時のまの体重の6.8%ですね。これ、10キロ背負ったときですね。私、75キロなんで13.5%という感じですね。で最後、重り20キロですね。でこれ、私の体重の27%になりますね。 先ほどの速度とパワーのグラフから今度速度と体重増加のグラフに変換してみましたで結果ですね体重増加自分の体重の1 0 2 0 3 0、えっと、7 0キロの人だったら7キロが1 0 1 4キロが2 0 2 1キロが30%ですねでそれぞれ2 0 0トですね普通よりちょっと力込めるぐらいかな えー、で、こぐと、まあ、4キロ、坂道でね、5%の0.4キロ、えー、減る。20%、まあ、70キロの人だったら14キロ増えたら、だいたい1キロ、えー、スピードが遅くなる。で、30%、えー、30%なので21キロ、えー、増えると、だいたい1.4キロ遅くなる。まあ、グラフにしたらこんな感じ、近似曲線引いてね。 次、230ワットでこぐ。さらにちょっと力強めると、えー、体重ね、増加。70キロの人だったら7キロ、14キロ、21キロ増加したら、こんだけですね、スピードが減ると。さらに、えー、260キロ、さらに足強めてですね、まあまあ,あの強めにこぐ。すると、7キロ、14キロ、21キロ、体重が増えたら70キロの人がね、10%、20%、30%、0.8、1.7、2.4と、えー、遅くなる。で最後 300ワット、ちょっと強めですね、まあ、結構強めで漕ぐ、すると7キロ、14キロ、21キロ、体重のね、10パー、20パー、1.4、2.3、まあ、3.3、速度が減るという結果でした。漕ぐ力、まあ、パワー、えー、別体重増加による減速の度合い、まあ、さっきの、ね、結,果結果をまとめると、200ワットはこんだけ。 230、260、300ワットで漕ぐと、それぞれです、ね、あの速度が減少する体重が重くなるにつれてね。まとめと今後の課題、弱く漕ぐ200ワットとかねで、体重が増えたら0.4から1.4減速、強くね、まあまあ結構強めに漕ぐ、で体重が増加、えー、すると1.4から3.3減速する。 弱めと強めで漕ぐとね、あの体重増加した時の減速の割合が違うんですよね。ちょっとね、理由がわからなかったですね、ちょっとこれね。まあ、今後仮説を立て原因追求でもできるかなとは思いました。結論、ごちゃごちゃ考えるのはしばらくやめて、もっとね、もう自転車楽しもうと。 もうちょ,っとちょっと考えるのがちょっと疲れてき始めてしまいましたはいここでねおまけ下りの速度についてです坂道を20往復したので下りも当然20回下ったわけですするとこんな感じになりました上りはねもう数十秒何分違ったんだけど結局ね以上ご視聴ありがとうございました通勤坂コミュートヒルでした